ほら、やっぱりわざわざ探して読んでくれたんだな。お前うざい。ごめん。しばらくかかりそうだな。見といて。分かった。お前さ、なんでこの仕事してんの？なんだいきなり。いいだろ、一応相棒なんだ。それぐらい聞いても。じゃあお前は？俺はペン一本でこの世の悪を暴いてやろうと。なんだよ。そっか、ペン一本でこの世の悪をな。お前はどうなんだよ。まあ金かな。スクープ取ればボーナス出るし。そんなことかよ。じゃあ写真一枚でこの世の悪を暴いてやろうと。もういいよ。冗談だって。そうだよな、初めは俺もそんなんだったかもしれない。え？なんでもねえよ。朝岡、なかなか出てこねえな。ああ。お前、それ俺は関東取った時の号じゃん。勝手に取んなよ。何？探してくれたのか。何の話だよ。ダッシュ、今見えたぞ。勘違いじゃねえ。朝岡だ。え？ほら、やっぱりわざわざ探して読んでくれたんだな。お前うざい。出てきたぞ。え？並ばねえな。ああ、もうくっつけくっつけ。そうだ、もっと近く。これじゃネタにはなんねえな。なあ、男の顔もう少しアップにできるか。俺この男知ってるかも。どういうことだ？誰だっけ？どこかで。こいつ誰なの？
大塚組幹部の真野光成。ヤクザか。お前よく名前まで。去年政治家の裏金問題で騒ぎになったろ。あの時芋づる式にこの組の違法行為が発覚して組長が捕まったんだよ。真野は組長の側近。そういうことか。え、大塚組は各界にコネがある。もちろん芸能界ともな。朝岡由美があれだけ多くの CM を撮ってるのはバックに大塚組がいるからだ。 CM 女王とヤクザがつながってるって、これ浮気より何倍もでかいスクープだよな。だな。やるじゃん。どうした？お前笑うんだ。当たり前だ。でもお前すげえ。なんだこの胸のドキドキは。静まれ静まれ。